ここから水面までの間の道のりにゴミが落ちてないことを祈りながらゴミ拾っていきましょう。清掃活動をしながらね、水面シティを目指したいと思います。あ、そっか、ここ雨降ってくんだもんな。倒していくか。せっかくトレーナーいるし。あ、見えてますか僕のこと。キャモメなんでこのクマまっすぐになってないんだ。そういうルールだから。さあ、ゴミは落ちてるかな。落ちてるよな、こんなとこな。こんだけ草が生い茂ってたらな、なんでも直して10リットル。あー、100リットルいってしまった。ここの道のりすごい好きなんだよな。冒険してる感すごいよね。あ、ダブルバトルが2回もできる。きついかな。君の手持ちポケモン、いろんなタイプが揃っているか。いろんなタイプが揃っています。ポワルン。あ、ポワルンがピチョンくんに。うわ、必中雷打ってくるのかこいつ。これやばいな。え、ポワルン、え、ポワルン雷打ってきたの。ピチョンくん強いピチョンくん強い。アメパじゃんか完全に。さあ、ゴミ拾いは拾ってない。オッケー、帰ろう。エロクジってなんて書いてあるのかと思ったら ID クジか。エロクジなんて俺書いた。本当だ、エロクジって書いてあるわ。これ ID クジね。一瞬ゾッとしたんだけどさ、万が一抜け人をこの忍者ごっこが出してきたらもう終わっちゃうね、うちのパーティー。いないとは思うけど。はい、ゴミ拾いチェック。これ図鑑だ、キモリがいたわ。カン、不思議な雨、いいね。拾わないでほしいな。拾った。何が落ちてたんだい。ハイパーボールか。ハイパーボール厳しいね。10リットル。君のポケモン遭難しないか見てあげよう。見てくれ、ぜひ見てあげてください、うちのポケモン。ここまでゴミ拾いのペースが良すぎると年内までに終わるのか不安になってくる。これ1月にされる心配じゃないんだよな本来な。年内に終わるのか大丈夫かなって、最もなりづらい月なのに今俺も不安だ。不安でしょうがない。不安で。どんぐりってさ、水につけるとあれだよね、傘がしぼむんだよね。で、乾くとまた開くんだよね。ちょ、どんぐりじゃねえや、松ぼっくりだそれ。はい、ゴミ拾いチェック。この草むらの中でね。おお、ティアがなんか拾いました。何拾ったんだい。スーパーボールか。5リットル。150ぐらいいくんじゃないかこれ、下手したら。ありえるぞ。あの、量を稼ぐのであれば、あなたがゴミ拾いをする上で量を重視するのであれば夏のがいいと思う。あとは自分が寒いのが得意かな、暑いのが得意か、そこで判断するのもいいと思います。多分おすすめのゴミ拾いの季節のとこだけカットされないどうだろうな、尺と相談だな。尺って言ってもおじゃる丸が持っているピンク色の棒じゃないぞ。さあ、ゴミはカンが拾ってきてます。ハイパーボールを拾ってきてました。いや、グラードンゲットできちゃうぞこんな。これ怖えな、これ怖いな。ミスると地獄が待ってるわけじゃん。あの地獄の一発ゲームオーバーがある。このメガネのお兄さんが下行った瞬間にする。オッケー、拾ってきてる気がする。やっぱな、なんかそんな気がしてたんだよ。スーパーボール5リットル。ミナモシティが遠い。いや、でもこれ一旦戻るのも時間かかっちゃうから、もうこのトップ3で押し切ろう。あ、この先にね、なんか2人組の女子高生がいた気がする。2人揃えば怖いものなし、私たちの強さ見せつけちゃうから。ケッキング、よし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 。はい、ゴミ拾いチェック。うわー、お前女子高生の前だからって張り切ったな、ボランと地元民。回復の薬、うわ、20リットルだ。地元民
スーパーボール5リットル25リットルいけるね。よし、こいつ倒していこう。1日に5人ずつ倒すことが日課よ。あなたがその5人目。ノルマどんぐらいいってんだ。1日5人っていうと、まあ確率的にはまあ20リットル30リットルぐらいか。よし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 、突破。まあ、まだまだスルーしたトレーナーもいっぱいいるから、後でレベル上げはできるな。さあ最後の物拾いチェックかな今日は。拾ってない。よし、やったー、遠かったー、やっとミナモシティだ。回復。ここの道のりやっぱ遠かったな。ミナモシティの皆さんこんばんは。夜分遅くに失礼いたします。マサですよ。ここはミナモシティ、陸地の最果て、海の始まり。こういうところで、ね、一番ね、海流の関係でゴミが溜まったりするんですよね。いやーでもとうとうこの冒険も終盤か。ミナモシティって言ったらもう終盤だよね。でですね、僕の手書きレポートによると、ここでやることがいくつかあるんですね。まずじゃあ技忘れのおじいさんのところに行きましょう。全員ね、居合斬り岩砕きを覚えちゃってるので、ここら辺で不要な秘伝技を削除したいと思います。よし、これでだいぶシンプルになったぞ技が。なんだこれ。こんなポケモンゲットしてこんな状態だったらびっくりするもんな。分別、頭突きミサイル針、ボラン、頭突き穴を掘る、カン、頭突き秘密の力、トング、頭突き腹太鼓、ティア、頭突き電撃波波乗り。さて、技もだいぶスッキリしたので、コンテストお姉さん、クイズお姉さん、おねだりお姉さんのどれかがいるらしいので、そのお姉さんがなんか不思議な飴とかポイントマックスとかいいアイテムをねくれる可能性があるらしいので、そのお姉さんにね話しかけたいと思います。多分この人だよな。あ、クイズお姉さんだ、やった。クイズお姉さんが一番ね嬉しい。クイズに答えるだけでアイテムくれるから。今お姉さんの考えたクイズに答えてくれる人を探してるの、僕が答えますよ。あなたチャレンジしてみない？はい、お願いします。マルノームってどんなポケモンから進化する？よかった、これいける。勉強した甲斐が。ゴクリンだと思います。すごい正解。キャー、あなたってセンスあるね。ありがとうございます。クイズ正解おめでとう。お姉さんからのご褒美があります。何ですか？トレジャーメール。ねえねえ、あなたもクイズ作ってみない？クイズに正解した人にあげる商品を決めてね。ただしクイズにチャレンジした人が答えを外しちゃった時はお姉さんが商品もらっちゃうよ。注意してね。俺があげんの？うわー、何もあげたくない。全部俺のなのに、全部俺が拾ってきたのに。オーバーヒートあげるか、どうせ覚えねえし。鋼の翼あげよ。素敵な商品だね。じゃあ次にクイズの問題と答えを考えてね。クイズの問題か。これ誰が答えんの？今度物拾いしない？っていう問題で答えが、はい。お疲れ様。素敵なクイズができたね。早速チャレンジしてくれる人を探しに行ってくるね。楽しみだなこれ。俺の問題に答えてくれる人が現れるかもしれない。次回まずはるか戦からスタートしようかな。ホエルコ見に行かない？ホエル、仕方ないな。ホエルコ見に行こうか。じゃあホエルコだけだぞ。ほらいるぞホエルコ。よかったなホエルコ見えて。どうですホエルコは。それホエルコ、そこで水面からジャンプするのだ。なんだお前は。トレーニングの邪魔になるからあっちに行っててくれ。わーい。はい、というわけでね、ホエルコも無事見れたことなので、今回のゲームパートはここで終わりましょう。よーし、じゃあちょっと現実パートも頑張るんで、引き続きよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。さて今回のノルマは165リットルということで、どうしようかな、どこでゴミ拾うか。よし、じゃあ久しぶりにお便りを読んでみるか。どれどれ、ペンネームケンタロウさんからのお便り。
マサさん、いつも楽しく動画を見ています。特におすすめのゴミ拾いスポットではないのですが、僕は日の出が見たいです。海から登る綺麗な日の出が見たいなと思うので、今度ゴミ拾いに行く際はぜひ日の出も撮ってくれると嬉しいです。もうこれ完全に趣旨が違っちゃってるんだけど、ま、いいか。よし、じゃあケンタロウくん、その夢叶えてあげよう。現実パート行くぞ。ポケットモンスターもの拾い、現実パートです。今ですね、ご覧の通り海にいるんですけど、まだ実は夜明けの前です。日がこれから昇ってくるんですね。あと30分ぐらいで多分完全に、日が昇るんじゃないかなと思うんで、その日の出をタイムリミットに、ゴミ拾いをしていこうかなと思います。それではポケットモンスターもの拾い夜明け前編ということで、やっていきたいと思います。いやー、これはなんかいい景色だな。結構ね、日が昇ってくる前から明るいんですね。こうやって見るとゴミはあまりなさそうですが、わっ、白い鳥発見、飛んでいっちゃいました。おっ、これは何かのボトル発見。サーファーの方たちがもう海に出てますよ。すごいな、あんな綺麗に乗れるもんなんで、俺も波乗りしたいな。難しいんだろうなあれ。あ、ゴミ発見。海を見つつも左側も見る。紅茶家電ですね。朝の紅茶家電を発見しました。あ、ペットボトルが落ちてるっぽい。あれペットボトルだ。水か、水だな。美味しい水だ。すげえ美味しい水が落ちてる。奥の方からちょっと赤い光の塊が、あ、すごい、雲に隠れてるけどもう上がってきてるね。これ日の出ですよ。ちょっとじゃあゴミ拾いをしながらね、日の出を堪能しましょう。いやー、これいいですね。ハートゴールドのオープニングみたいでテンション上がりますね。うわ、見ちゃうなこれ。やばい、地面見ないといけないのにこれ日の出見ちゃうわ。ちょっとアップしよう。明るい、太陽って明るいんだな。完全に日の出だ。うわー、綺麗、めっちゃ綺麗だ。なんでこんな綺麗な景色をゴミ拾いしながら見てるんだろう。あと今日月曜日だからこの後帰って仕事だ。皆さん、これゲーム実況動画でございます。ジャンル自然。このポケットモンスターエメラルドというゲームソフトは発売してもう15年以上前になるんですけど、案外捨てたもんじゃないでしょ。昔のゲームもかなり高画質でしょ。こうやって見ると、ちょっとね、空ばかり見てないで地面もねしっかり観察していこうかなと思います。今後仕入れてゴミ拾いしていくと。せっかく日の出も見たので、もう30分ぐらい残業してゴミ拾いしていこうかな。なんか心が洗われたわ。すごい、もう釣り人とかもちらほらいますね。これ多分海釣りしてる人でしょ。浜辺に等間隔に並んでる人は。こうやって見ると、あのポケモンの釣り人とかもさ、なんであんな等間隔に海に向かってんだろうなって思うけど、海釣りってやっぱ糸絡んじゃうから、そりゃあんな感じになるんだろうな。あ、
待ってくれ。すげえな。なぜ半分砂で構成されているほろ酔いだ。うわー、見てください、綺麗な貝殻です。鳩の鱗だな。発泡スチロール、なんかあれだな、日の出越しに見るとなんかゴミすらも輝いて見えるな。すごい、なんか白デスナみたいになってるんだけど、あの白デスナじゃないよ、今一人だから取り込まれたら死んじゃうぞ。うわ、これあれだ、外側のそこ完全に埋まってる。うわ、重たい、中に砂が入ってて超重たくなってる。うわー、もうまん丸だ、太陽がまん丸です。だいぶ歩いたな。ポケットモンスター物拾い現実パート、ゴミ拾いから1時間が経過しまして、とりあえず本日の収穫としては45リットルのゴミ袋1袋分ということで、まあ、この後分別もするんですが、ひとまず量としては45リットル、拾うことができました。まあノルマが165リットルなんで、あと125リットル、まだまだ先は長いですね。なんか朝から散歩してゴミ拾って、眠いわ、めちゃくちゃすごい得した気分になりましたね。あ、めちゃくちゃ眠いです。あと、社会人の皆さん、今日も一日頑張っていきましょう。それではまた。ポケットモンスター物拾い現実パートやっていきたいと思います。満月なんですけどね、すっかり夜でございます。綺麗な満月が出てるんですけど、これ映ってるかな、うまく。今日はですね、散歩ついでにあのゴミ拾いをして、ちょっとずつでもゴミを拾って、塵も積もれば山となる作戦で、行きたいなと思います。ちょっとね、絵面的には地味なんですが、ナイトゴミ拾いパートということでやっていきましょう。こういう河原とかにな、結構ゴミ落ちてるかもしれないもんな、普段通らない道なんで。ペットボトルとかそういうのかな、落ちててもおかしくないと思うんだよな。でもこれ一石二鳥かもしれないな。なんかこの散歩をさ、週1週2でもさ、いいから習慣化すれば現実パートを早く収録し終えられるし、俺も健康になるという、素晴らしい。あとは職質されないかだよな。あの急に話変わるけど、あの肩の関節がさ凝り固まってるなっていうのを、でどれぐらい硬いかを配信で見せたら、あのドン引かれて、自分も肩硬いと思ってましたけど、マサさんはやばいですみたいに心配されちゃったの。だからもうストレッチとかさ、そういう普段のちょっとした運動とかを心がけないといけないなと。でもすごくいいことだよなこれ、ウォーキングとクリーニングを同時に行うっていう、素晴らしい方法だと思うわ。見てくださいこれ、川の水面にですね満月が反射して光ってます。綺麗。こんないい景色を見ながらゴミも拾えて散歩もできる、最高の企画だな。早く殿堂入りしたい、早く殿堂入りしたいな。ジグザグマたちにも見せてやりたいな。これちょっと待って、びっくりした今、今びっくりした、すげえデカめの鳥が今川からさ、なんか今あの手前にゴミっぽいの見つけたからカメラをさ回したの、ライトをつけてそれに驚いてさ、川からデカめの動物がガサ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 ってびっくりした。今化け物で見たのかと思った。マジでさ、あの珍獣を探索する動画撮ってんじゃねえんだからさ、ゴミ拾い動画なんだよこれ。あれだ、ペットボトルだ。よし、あるあるあるですね、あるですね、意外と。よしよしよし、あれじゃない、あ、R1 だ。またなんで川って R1 こんな落ちてんだろうね。 R1 ですねこれ、マックじゃないなこれ、双葉かな、双葉だ。よし、意外と落ちてるもんだな、意外と川にはいろんなものが落ちてるし、いろんな生き物がいるんだな。なんかさっきの自然にダサことは結局何だったのか分かんないけど、あれ以上、なんだこれ、あ、缶コーヒーだ、普通に缶コーヒーだ。びっくりしたわマジで、うわマジでびっくりした、うわもう2回目は驚かないわ。
3回目なんてもっと驚かないわ。4回目5回目5コンボアウトラストみたいじゃない、なんかこの光景。一人称視点のホラーゲームみたいな絵面だよなこれ、さっきから。でダメージ食らうとさ、なんか画面がだんだん赤くなってくるのよ。あれは空き缶かな、空き缶だ、空き缶だよ、空き缶だ。危ない危ない、うわちょっと中身入ってるし、なんかいろいろ落ちてるな。これなんだろう、何ですか、 CD ケースみたいな、 DVD ケースか、 LDVD かな、見えるこれ DVD ケース。ちょっとこれは、あてかすげえ DVD のケースがめっちゃ落ちてる。これ DVD ケースですね。あと待て待て待て、普通にあったけど傘、日傘みてえなの落ちてる。これでかいな、どうしようかな、まあ、ちょっとあの後で分別するとして大きさ計測するために一旦袋に入れよう。結構この辺り落ちてるな、茂みの方。ペットボトルじゃない、ペットボトルだ、2リットルのペットボトル発見。2リットルペットボトル、おこれもね、奥にもあるぞペットボトルが。やばいな、これ取るの見せるとまずいぞ。 OK OK、これ意外と拾えた。案外いっぱいだぞこれ。はい、ゴミ拾いパート終了ということで、意外と拾えましたね。これ右側のゴミ袋、満パンでございます。そして左のゴミ袋の方は、ゴミ多少入ってるんですけど、プラス傘ですね。分解すれば多分この袋満パンになるぐらいの量になるんじゃないかなと思うので、25リットルの袋2袋分ということで、合計50リットルのゴミ拾いをすることができました。意外といけましたね。なので残りは、70リットルかな。というわけで、ゴミ拾いパートまだまだ続きます。ポケットモンスターもの拾い現実パートやっていきたいと思います。今日はですね、こちらスカイアローブリッジから、ゴミ拾いをしていきたいと思います。あ、カモがいますね。見てください、捨てられ船ですよこれ。ちょっとでかすぎて拾えないな。もうちょい手頃なのないかな。すごいのもあるね、なんかあれだ、これ深さとか長さを測るようなやつだ、きっと川の。なんか面白いもんいっぱいありそう。ちょっとワクワク、何があるんだろうこれ。うわ見て、怒りがある、怒り、あの沈めておく用のアンカーだよな。やっぱあれだろうな、昔はすごい船で賑わってたんだろうな。うわ見てください、屋形船が。本当に捨てられ船じゃん。空き缶とかペットボトルとかいっぱいありそうだな。すげえ捨てられてるわ。あの川が今そんなに水かさが増してないから、雨とかで増水した時に流れ着いちゃってんのかな。うん、草がちょっとね、他のところに比べてね湿ってるから、これあれだな、流れ着いた説濃厚だな。だってこんなとこ捨てないもんな。うわすげえ、いろいろありそう。拾ってくか。これ相当集まんじゃないか、この辺りだけでも。いやめっちゃいろんなもん捨てられてんな。てか流れ着いてる系だなこれ本当に。夏じゃなくてよかった、夏だったら虫やばいことになってそう。なんかまだ未発見の昆虫とかいそうだもんな、こういうところに。うわめっちゃあるぜ。これ本当にすぐいっぱいになる、これ本当にすぐいっぱいになるわ。ちょっと待って、虫がなんかかかってそうだけど、いやまあ冬だからな、寒いから虫ももうあれだろ、虫の息だろ。こうやって一発で見つけられると早いんだよな。探してる時間の方が全然長いんだもん。デカめのペットボトル、ペットボトル祭りだ。てか全部ペットボトルじゃない、ペットボトルもしくはボトルか。なんか動いたし、でなんかあのね、生物がいそうなんだよな。生物があっち行きたいな、あっち結構落ちてそうだな。うわ、じょうろです、でけえじょうろ。え、やば。しかも中にさ土が入って、そこから芽が出て植木鉢とかしてるじょうろ。そう、なんかあれだよな、風刺的だよな。植木鉢じゃ、じょうろ自体が植木鉢とかしている。
重た、持てないかこれ。ちょっと待って頑張ろう。でっけー、でっかいじょうろ見つけちゃった。今持とうと思ったらさ、中に土が入ってて重すぎてトングひん曲がっちゃったんだけど。まだまだあるな、まだまだたくさん、必ずどこかにゴミはあるはず。あれはなんかさ、最初の方は草が生い茂ってて怖いみたいなこと言ってたけど、だんだん抵抗なくなってきちゃった。どうだこの辺り、お落ちてんじゃん。ゴミ見つけてさ、久しぶりの友人との再会みたいなリアクションするのやめたいな。お、どうしたん、最近見てなかったじゃん。よいしょ、えい、すげえ年季入ってんなここら辺。おい、まだある、マジである。2メートル間隔ぐらいで落ちてるぞさっきから。はい、またはい、今度はなんか潰れてるやつ。これなんかあれだ、あの何かの念能力によって潰されたゾルディックの執事みたいなペットボトル。はい、ペットボトル中身入り、もちろん中身入り。なんで中身入ってんだ、飲め。あー戻るか、ちょっと拠点が分かんなくなりそうだ。拠点って何だよっていうか、ゴミ拾い開始から1時間半、拾い終えました。25リットルのゴミ袋、3袋分ですね。いやいっぱい落ちてた、すごく落ちてた。やっぱ異彩を放つなジョーロが、というわけで合計で75リットルのゴミを拾うことができました。ノルマ達成です。ゲームパートに戻れるぞ、ミナモシティに帰ろう。ご視聴ありがとうございました。